ましょう。ハイライトでご覧いただきます。まず第1マッチがこの、まあ、非常に、リピントそれから木造り選手という、まあ、非常にこうユニークなというと変ですがね、ニューマッチでありまして、あのペアでありまして、それに対してまた、こう慣れた形でウォン・ジュンキンと平野がいい形でペアを組んでというこれでしたが、いかがでした？そうですね、あのペアリング的にはリピン選手と木造り選手多分悪くないと思うんですね、はい、もうちょっと練習を積んで、パターンをもっともっと自分たちの引き出しを出し合いながら戦略を立てていければですね、はい、もっともっと勝てると思いますね。そうですか。さあ、そしてこの第2マッチ、これ非常に注目をされるところではありましたけれども、新戦力のあのイングランドのピッチフォードと、そして吉村真晴、これはいかがでした？そうですね、今の高速卓球、そして両ハンドの強さっていうのはよく分かるような試合が出てたんじゃないかなと思いますね。非常にいい試合だと思います、はい、そうですね、まあ、互いにそれぞれの、まあ、個性といいますかね、はい、それがよく出ていた形もありましたけれども、非常にこの試合でもそうですし、一番まあハイレベルだったんじゃないかなと思います。なるほどね。もう最後の最後でというところですけれどもね、フルゲームまで入って、それもデュースになって、まあ、結局、まあ、ピッチコードも勝ったという形になりました。そして第3マッチはこれですね、これですねって言っちゃいけないんですけど、ウォン・ジュンティンと村松の戦いだったわけですが、こういう世界のトップランカーのウォン・ジュンティン選手に対しても村松選手が勝つんですからね、国際大会だったら本当に番狂わせって言われるぐらいの試合です。まあそうですよね、そういう試合がこの T リーグとかで見れるっていうのは面白いですよね。本当ですね、というこの村松選手、ただ、まあ、今後ウォン・ジュンティン選手はこういったカットマンをぶつけられる可能性はまた当然高くなってきますから、そういうことですね、攻略しないといけないというのをまた今後研究していかないといけないと思いますね。というこの戦いは、まあ、結局はこの手前の村松がこの世界の、まあ、トップ選手といってもいいウォン・ジュンティンを破ったという、まあ、バンクドラ戦といいますかね、というふうにあえて申し上げますけれども、そういう形になりました。そしてそれがこの第4マッチでつながるわけでありますが、これはまたもう一度まとめていただくと、そうですね、カット打ちは苦手じゃないんで、ジン選手はそうなんですね、まあ、チームの期待に応えてカット前にしっかり勝ってくれた、そして、まあ、はい、チュセカク選手はだいぶ第一戦から退いてますけども、はい、まあ、それでもやはりここまでやるのかっていうカットの技術をですね、見せてもらいましたね、ということですよね、まあ、事前にいたしましても、大熱戦の末 TT 埼玉が琉球アスティーダをやご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。